野崎チャンネル。ちょっ、さあ今日は日本ハムレポートね、ということで、2月の10日でございます。もう佐々木もキャンプインして10日になりました。今日めちゃくちゃ暑かったね。日差しも強かったし、見てください、もう日焼け満載でございます。まあ、そこでね、名護に行ってきましてですね、今日は日本ハムキャンプで、まあ、今日日本ハムがね、紅白戦やるっていうところで、あとはまあ2軍も来て、あの写真全体のね、写真撮影もするっていうところで集まった。まあ、そこでね、紅白戦が行われましたけども、今日のね、日本ハムレポートのね、お題はこちらです。トライアル&エラー、これですね。まあ、あの試行錯誤っていうね、ところではありますけれども、まあ、昨年ね、日本ハムの、まあ、1年間の戦いっていうところを考えるとね、この選手の力はある、で若い、伸びしろもある、楽しみはあるけれども、やはりね、目に見える形のエラーの数、そして目に見えない形のミス、記録に残らないミス、送球もそうだし、あと走塁っていうところもそうだしね、そういったところで無駄に失点が多くなって、もしくはね、チャンスをさらに追加点が取れなくなって勝敗をね、落としていくっていうところでね、なかなか厳しいね、戦いになって再開っていう形になりましたけども、やっぱりね、個々の選手の能力が高いんで、そういったところをね、しっかり修正していきたい。で、まあ、キャンプね、練習試合、紅白戦っていうところは、ミスはいいのよ、ミスはね。思い切った攻めをして、ね、積極的に行って、ミスはいいのよ。その代わり、トライアル&エラーっていうところをね、繰り返しながらしっかり修正していってね、で、シーズンに向けてやっていくっていうね。でも若手はね、結構ね、ポジションね、競い合うところが多いからね、そういうミスが命取りになるっていうところはあるけども、まだ発展途上っていうことを考えたら、このトライアル&エラーがね、非常に重要になってくるんじゃないのかなっていうところでね、今日はね、ウォーミングアップからね、また、見てきましたけども、まずはね、試合前のシートノック、ここでチェックポイントありましたけど、まあね、この紅白戦前のね、ゲームの試合前のシートノックっていうところで、まあ時間にも制限あるしね、試合前っていうところもあるけどもね、外野手、これはヤクルトでもね、言ったんだけども、レフト坂口が守ってて、レフトゴロ、サードへ送球、後頭悪送球したのにもう一丁ライン、外野ね、最後の一本ホーム、ライト放り取ってホームへね、悪送球つってね、もうそのまま帰ろうとする。でもここは周りのね、声が、おい、もう一度だろうっていう声がね、聞いて帰ろうとしたけども、引き上げて、で、最後のね、ナイスボールで終わるっていうところで言うと、ね、やっぱりね、試合前のノックでも、これまだキャンプだからね、そしたらミスは仕方ない、積極的にって。でもそのミスをもう一回ね、もう一丁って言って外野手だってもね、しっかり送球完結するまで、ミスしたままで終わらせていくとね、結局何の身にもなっていかないから、その場でまずはね、その場その日にね、ミスをしっかり修正していくって大事だからね。まあそういったね、コーリーの時はね、周りが声かけてもう一度だろうって、こういうのはいいよね。でもそういうね、坂口の時も、あれね、もう一度だろうって周り声かける。まあ持ってはね、コーリーも坂口も自身でね、もう一丁って言わなきゃいけないのよ。でも内野とかもね、ノックでね、ミスしても、ファーストレイエスミスしてもね、もう一丁っていう形でね、内野手はミスしても、もう一丁っていう感じでやってたのにね、外野がそうやってなってないってところがね、ちょっとね、残念だったね。そこら辺はね、森本一人コーチ、きっちりやっていかなきゃいけないんじゃないですか、っていうところはありますけどもね、そういったとこ気になりましたね。あとバッティングではね、やっぱこのね、今年で言うと、ね、日本、やっぱりこのレイエス、そしてスティーブンソンっていうね、この外国人二人がね、どういう活躍するかっていうところは、興味深いしね、重要なところだったと思うんですよね。まあ、その中で言うと、まずね、レイエス。これはね、先日の、スポラビのね、キャンプ生放送で、糸井がね、言ってたんだけども、2割7分6厘、ホームラン28本打つって言ってた。これまで微妙に刻んでるところがね、糸井らしいけども、まあ、バッティング練習ね、初めて見たけども、なんか大きなね、反動とか大きな動きもなくね、小さい動きの中でコンパクトに振って、しかも結構飛距離もね、パワーヒッター、プロスピードともパワーヒッターだね。これ放物線描いて飛距離も出て、ね、この長い滞空時間でスタンドに持っていくっていうところでは、非常にね、パワフルだし、あと動き小さいし、コンパクトだし、無駄な動きしないし、非常にいい形のね、バッティングしてたんで、これね、まあ、糸井が言うのも納得できるなっていうね、ところで、まあ、これ実践見てみましょうというね。では、まあ、スティーブンソンね、左っていうところで、こちらはどっちかというとね、動きの中で打っていくっていうね。でも結構ね、このバットコントロールも柔らかそうだし、手首も柔らかそうだしさ、うまく拾っていけるんちゃうかっていうところで、打球はね、どっちかというとラインドライブ系。ね、非常にね、強い当たりでラインドライブで打っていくっていうことを考えたら、このレイエスとね、スティーブンソンのタイプっていうのはね、結構真逆、ね、全然違うかなっていうところもあるけども、お互いのストリングポイントがね、違うから、かなりこれはね、強みになってくるのかなと。で、試合でね、見てるとね、レイエスね、やっぱいい形なのよ。で、1打席目ね、追い込まれてからね、
コンパクトに振ってライト前ヒットっていうね、こういう器用さもね、パワーアップヒッターのダイナミックさだけじゃなくて器用さを見せるヒットっていうのも良かったし、その次の打席もね、あのマーフィーと対戦したんだけども、あのカーブのねめちゃくちゃいいところもしっかり見逃したっていうね、このストライクボールはっきりしないところもしっかり見逃して、ツーストライク追い込まれてもね見逃してフォアボール取ったね。だからこうあんまり大きい動きしないから、何気に選球眼もいいかもわかんないね。これはね、今日の紅白戦の中での打席のね、対応の仕方っていうのは、あの日本に来ても向いてる対応の仕方なんじゃないのかなっていうところはね、非常に期待感もあるんで、まあここからね実践見ていきましょう。でスティーブンソンの方は、まあ、1打席目セカンドゴロね、2打席目、左のね、あ、誰だかな、福田かな、サードライナーっていうところ、だったけども、非常にいい形でねコンタクトもできるし、アベレージヒッター系でダインドライブ で左もねしっかり引きつけてサードライナーっていうところもあったから、対応力もいいんでね、まあここら辺ね、ここからどうなっていくのか非常に楽しみだね。でこれでマルチネスがいるから、だからファーストマルチネス、レイエスもファーストワンって言ったけどね、ファーストマルチネス、レイエス、DH、スティーブンソン、レフトっていうところもね考えられるから、このでその中でね松本万波も入ってくるわけでしょ。だからね、日本ハムはねセンターラインだね、センターラインをどう構築していくかっていうところでは、今日ねあの練習試合二遊間っていうところでは奈良間ね、でまあ水野もね、センターオーバー打ったし、上川端ね、で石井もねいい働きっていうところでは、めちゃくちゃこの競争原理がね成り立ってるからね、こう誰がね二遊間を形にするかっていうところはポイントだけどもね、今日ね紅白戦の中ではね非常にみんなねアピールしてたんで、ここからどうアピールしていくかね。その中でね、奈良間このセカンドランナー行った時にね、1球目ワンパン弾いたところをサード狙おうとしてストップね、やっぱこうやってね、あの紅白戦とか練習試合の中でちょっとでも弾いたスタートしていこうぜっていうところはやっていかないとね、どこまでがセーフでどこまでが合うとか分かんないから、こういうのは非常にいいと思うので、その後ねワンバンしたやつを伏見がね取ったからね、あの弾かないで取って、そしたら奈良間が飛び出しちゃって、それを伏見がねセカンドにナイス動してアウトになったんだけども、まあここもねトライアルアンドエラーね、こういうのを積極的にやっていかないとどこまでがセーフでどこまでが合うとか分かんないから、積極的だからね、正直このミスはねそこまで攻めるもんではない。だから次ね、この生かして失敗を生かしてどういう風にねスタート切っていくのか、あの、リリースするのか、ね、第2リード広く取るのかっていうところは、しっかりね、学習して次に活かす必要があるし、で、ピッチャーはね、根本、昨年アジシャンでめちゃくちゃいいピッチングしてる中で、今年ね、期待値がさらに上がるところで言うと、ちょっと残念だったのが、セカンドでね、牽制のターンもサインプレー出てたんだよね。だからセカンドで石が入った時に、そのね、根本が反応できなくて、セカンドに牽制しなかったんだけど、このキャンプでね、こういう牽制とかね、このサインプレーっていうのはめちゃくちゃやってくるわけ。それを、この静止してる段階でやって、で試合で動きの中でどこまでできるかがやっていかなきゃいけない、タイミング合わせなきゃいけないところで、そういうの一発でできないっていうところがねダメだからね、せっかく練習してるのに、そういったところはさっきのねトライアルエラーじゃないけども、しっかり修正していきたい。で、あのこのねキャンプの中で、あの新庄監督がねピッチャーに、あのこういうのをね目指してやっていこうっていう一つのポイントがね、初球をストライク取っていこうっていうねところをね指示しながら、やっぱりねストライク先行することの方がね、やっぱバッターを打ち取りやすいっていうところがあるからね、初球ストライク取っていこう、これねそれ打たれたらこっちのせいなんやっていうぐらいね新庄監督も言ってるわけだから、そうやってやっていこうっていうところで、今日ね両先発、根本はね、初球、ストライク率がね 30%、そして、もう一つのチームの金村ね、初球ストライク率が 44% っていうところだから、まあどっちのピッチャーもね50% 切ってんのよ。まあ、最低でも 50% 以上はね、その初球ストライクっていうところをやっていけない中、まあ、両投手もね、この初球ストライクっていうところが取れないところはね、まあ、もう一つのね、課題しっかりやっていかなきゃいけないところかなと。でもね、金村結構いいね、ピッチングしてたからね、正直ね、この噂抜けたっていうところもあるけども、まあ、昨年ね、コンディション不良もあったけど、この金村はね、今年ちょっとね、注目どころかなっていうようなね、いいピッチングに見えましたね。根本はね、まあ、そこら辺もちょっとね、修正していきたい。で、その中で2番手にね、登板した福田がね、ストライク、ね、初球ストライク率 100% っていうね、めちゃくちゃいいピッチングでね、1回無失点に抑えたっていうところでは、今年ね、日本ハムはね、山崎幸が加入して、上原とかね、このね、根本で福田ね、で、河野とか宮西とかね、この左ピッチャーがね、めちゃくちゃ多い、サワン王国にね、なっていくっていうところがあるんでね、まあ、矢沢もそうだしね、加藤隆もそうだし、そんな中でね、非常にね、初球ストライク率 100% を取って、いいアピールにね、なったんじゃ、ないのかなっていうところもあるんでね、このセンターラインね、その中ではそうだ、際立った進路、新人のね、磯畑がファーストランナー出た時にね、結構いいスタートだったのよ。それを結構いいスタートだったと取りに行きたくなるところを取りに行かないで、しっかり引きつけて取って、細かいステップでトントントンって投げて、タッチしなくてもそこに足が来るっていうところのストライク送球して、
アウトに取ったギリギリ、めちゃくちゃいいスローイングだったね。非常に取ってからも早かったし、正確 でしかもね、打席でも1打席目ね、あわやセンターバックスリーホームランかっていうね、あつかぐらいまで飛んでね、大飛球で、まあ、アウトになったんだけども、まあいいところをね、バッティングの感じも見せたからね、ひょっとしたらね、ルーキー開幕スタメンっていうところもね、ひょっとしたらあるかもしれないなっていうところを見てたらね、こうもう一人ね、キャッチャータミヤね、えぐかった送球が、もうタミヤスナイパーってね、命名したいぐらいの2回ね盗塁したんだけども、めちゃくちゃもう肩も強いし、取ってからも速いし、正確性もあるし、タミヤも負けでしょうね、めちゃくちゃいいスローイングしてたからね、もうほんとあとはね打つだけだよ。でここできてね、清水な、昨年のねグローブ取ったとかいろいろあるけども、挽回していきたいってねいうところで、セカンド盗塁した時にスローがワンバウンドになってね、ちょっと見劣りしちゃうよね。こう慌てるからこう浅いんだよね、しっかりトップ入ってないの、浅く投げるからワンパンになっちゃうっていうところではね、ちょっとバランスが悪いね、スローイングのね、ちょっとあの振動タミヤに比べるとちょっと見栄えがねかなり悪かったっていうところもあるし、あとはねあのサード守ってて軍事ね一打席目打ったっていうところもあるし、これ清宮ね怪我で休んでるけど、休んでるうちにポジションマジ楽なるよ、本当にいい形でね、あのみんな頑張ってるしね、万波も今日センター前とか打ったりね、チャンスになってきたところで、若いね選手たちがいっぱい多いからね、ノーブラもそうだし、あとこのねあと現役ドラフトで、来た水谷ね、インコース難しいところを畳んで打って弾丸ライナーでレフトフェンス直撃いったからね、まあ、その前日もホームラン打ってたしね、あのめちゃくちゃ躍動感もあるし、パンチ力ね、こう若い選手のこの能力の向上心、向上していく感じ、あと外国人選手の融和っていうところがね、融合していくとね、これめちゃくちゃの化学反応起きて強くなるから、清宮もね休んでる場合じゃないね、抜かれていっちゃうね、みんなにね、サードの軍事も良かったしね、まあ元キャッチャーっていうところでね、取ったらその辺も安定してるからね、非常にサード軍事っていうところもいける可能性はね十分あるからね、これはねまあいろんなところで楽しみはね増える紅白戦でしたね。あ、そしてピッチャーね、もう一人マーフィー、新外国人ね、ストレートも右バッターのインコースね、ちゃっかだからスタンドから見てたからどこまで動いてるか分かんないけど、そう動かしてるような感じもするわけ。そこで多分チェンジアップも一球投げたかな。あとカーブね、ナックルカーブなのかパワーカーブなのか分からなかったけど、カーブがトントンってくるんだよ。めちゃくちゃ落差もあるし、その球速曲がってからのスピードっていうところもあるから、このカーブはねめちゃくちゃ脅威に、ね、なってくるんじゃないのかな。そのカーブいいところ来たところをレイエスが、ね、見逃したっていうところの選球眼も良かったけどね。このマーフィーも良さそうで、外国人ピッチャーがね日本に来た時に一番の問題っていうかね、クイックじゃんね。だからファーストランナー出た時にクイックかかってみたの、それ早かったらね 1.1 秒だで、遅いと、まあ、手元の計測では 1.26 秒ぐらいだったから、平均的に 1.20 秒前後ではね、投げてんのよ。早く1個もできるし、まあ、ゆったり投げる時もあるけど、早く1個もできるから、そういったところでは、器用にクイックもこなすから、日本のね、このプロ野球のね、形にもしっかりアジャストできるんじゃないのかなっていうところではね、このマーフィーのピッチングもね、非常に期待したいね。まあ、マルティエス、そしてスティーブンソン、レイエスっていうところの外国人3人、あとピッチャーね、今日は見たけど、あのマーフィーっていう、ところと、まだあとロドリゲス、だからね、バーフェーゲンはもともといたけども、あ、外国人いるからね、そこら辺をどういう風にね、チョイスしていくかっていうところがポイントだけども、まあ3人のね、まあ3人入って野手は、あとマーフィーとここね、どうするのかっていうところがポイントになってくるかな。でもそうなったら田中正義とかがね、やっぱ後ろにいるっていうところは大きかったし、あ、今日黒木も投げたけどね、非常にいい形で投げてたなっていう印象もあるんで、まあね、やっぱりね、夢あるね、本当にね、あの日本ハムはね、台風の目になる可能性がね、あるかなっていうところもあったんで、ここら辺がね、まあ、もろさもあると思う、若手だからね、そこが一気に伸びていくと、非常に面白さ、あと外国人選手の期待っていうところもあるんで、まあ、今後ね、実戦どんどん入ってくるんで、まあ、明日ね、楽天との日本ハムの練習試合っていうところも、さっき見に行きますからね、そういったところではね、どういう戦いをするのか、またね、違うチームとの対戦になったらどうするのかっていうところも含めてね、見ていきたいと、思います。非常に本当ね、進藤君もね、タミヤもキャッチャー良かったしね、いいところもあり、悪いところもあるけども、まさにこれがね、何回も言うけども、トライアル&エラー。これを繰り返しながら成長していって、開幕に向けてシーズンどう戦うかっていうところがね、今の日本ハム発展途上のチームの一番のポイントだと思います。ということで、佐々木の日本ハムレポートでした。